ナルマありがとうございます。ハートありがとうございます。アディダスです。オーバーサイズで可愛い愛用してます。ダルマとハートありがとうございます。お、明日のお昼で手術作るためにいいね、ありがとうございます。お、今日お昼入ってそうなんですね。あ、うんうんうん、おー楽しかったですか。私も見学しました。楽しみ。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。飲んでる、わーいいね衣装店いいね、芸犬っぽいよねあ、DMM で見てた、そうなんですね。お、コロナ治ったのかな、よかった無事。あ、昨日からおでん食べ続けて食べきった。私もね、今日実はお昼ご飯おでんでした。今日もあの同じ感じでスープジャーに入れて持ってきました。お、明日夜入る、ありがとうございます。オタリーズオタリーズって言うんだ。ぐはっ、いたたたたた、こんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。小判ありがとうございます。おお、しゃぶしゃぶいいね、しゃぶしゃぶ。金のクマありがとうございます今日は普通に真っ黒でした。今日今パーカー羽織ってるけど。だるまありがとうございます。夜入ります、ありがとうございます。お、さゆきちゃんとよしみんのステッカーありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あ、衣装ってね、本当にワクワクしますよね。だるまありがとうございます。レインボースターありがとうございます。お、 M 公演申し込んでる、ありがとうございます。19日 M 公演今必死に頑張っておりますので、よければお待ちしてます。頑張って間に合わせたいと思います。お、金属探知金属あれね、通るやつね、飛行機とかにあるあ、おとなしい、ありがとうございます。よしみ入ったらどんな感じか想像しながらね。でもどんな感じなんだ、私もわかんない、全然未知の世界というか、やったことない系の曲がすごく多いから勉強になりそうで、すごく楽しみ、勉強したいと思います。ハートとだるまとタコありがとうございます。卒業ドレスってすごいんだねねえ、すごいよね、卒業ドレス、ドレスだけなのにオーラを感じるよね。ピンクの色一緒に合うかな、楽しみ、歩きれるのも嬉しい、めっちゃ可愛いですよね。青似合う、ありがとうございます。青もいいよね。コーヒーとハートありがとうございます。2杯ね2杯ね、わがまま明日ですかお、塾一申し込んだけど当選するかどうか、シャンシャーンになってます。祈るのみ、祈ります。レインボースターありがとうございます。お、来週はヨシミンについたユニバー、いいねー、ユニバー、でもユニバーめっちゃ今行きたいから、寒くない、でも気をつけてね、寒いけどユニバ行きたいんだよね今めっちゃ。なんかユニバのフード食べてみたい、あ、なんかピ、なんかミートパイみたいなやつすごい美味しそうだった。あとなんかリースみたいになってるやつハートありがとうございます。早退する、あ、お仕事ですか、そうだよ金曜日だもんね、祈ってます。だるまありがとうございます。
今日も頑張りやち、ありがとう衣装で写真撮る、そうそう撮りたい。だるまありがとうございますね。大人かわいいってあんまりやったことないから、頑張ります。だるまありがとうございます。明日昼ありがとうございます。お気をつけてお越しくださいベストが止まりました私も本当に細くてびっくりした。ワルキーとか着てみたいけどさ、入るかなみたいなね。アイドルって感じするよね。一人でユニバ行ったことあるけど、すごいそれ。そうだよね、一人でユニバ行きたいなって、行かないうちは思うんだけど、きっと行ったら周りとの差にちょっと寂しくなるよね。まあそれでも一人で行きたいけど、本当にあの夕方3時間ぐらいだけみたいなだるまありがとうございます。こんばんよち、ありがとう。駅前で買い物でディズニーとかあのよく動画で見ます。インパしない日の一日みたいなね。でもユニバも入らなくてもその辺のあの街並みいろいろあるよね。あのたこ焼き食べ比べみたいな行ってみたいってずっと思ってる。たこ焼き食べ比べロードみたいなのありません？あそこ行ってみたい。あとプリクラも撮れるしねハートありがとうございます。お、友達と連番ありがとうございます。ゆっちこんばんは。こんばんは。ハートありがとうございます。夏は行ったことある。あ、そうなんや。で、冬に一人だと寒さと寂しさ、そうだよね。だるまありがとうございます。服ありがとうございます。ユニットは何か予想してみてください。イエロー大きなクマさん。やばいやつじゃん。心配されちゃう。キムチ鍋、いいねー。ずぶ濡れに濡れたくて夏の間カウントずっと帰ってたいいよね、ずぶ濡れになるやつ。もう 2,3 年濡れずぶ濡れになってないけど楽しいですよね、あれ。でずぶ濡れになるやつ、もう いつから行ってないんだろうってぐらい行ってないけど、夏のパレード楽しいですよね。冬のパレードもあの見たいな。あのクリスマスツリーのやつ、あれもう終わったかな、もしかして。やば、そういえばユニバのクリスマスツリー見ぬまま終わっていっちゃった。明日の公演行きますね、ありがとうございます。東京からありがとうございます。着替え持ってったかな。ディズニーでずぶ濡れになりに行った時は、え、着替えたかな、どうだったか忘れちゃったけど、でもめっちゃ濡れて最初はちょっと躊躇しちゃうんだけど、だいたい一周回ってもう濡れに行くスタイルになるよねだるまとハートありがとうございます。そう、ビスさんの決勝のお礼配信をちょっとね、もうちょっとちゃんと準備して時間取ってやりたいなと思ったので、1週間ずらしたいと思います。21か22の夜かな。はい、よろしくお願いします。すいません1週間ずらしました。そう、今日って言ってたから、今日かなって楽しみにしてくださった方もいたかもしれないですけどだるまありがとうございます。お、息の先端入ります、ありがとうございます。ハートとコーヒーありがとうございます。はい、来週お礼配信します。ハートありがとうございます。髪の毛サラサラ髪の毛サラサラになりたい。
でも最近いい串をね、まあ、サンタさんという名のパパからクリスマスプレゼントにもらったので、それを使ってますが、今なんかすごい静電気を感じる。お、石尾天。おー、あ、今日はアイドル失格、23時から BS 松竹東急さんにて放送、楽しみすぎる楽しみすぎるね。ぜひ一緒に見ましょう。 TVer でも見れますので。だるまありがとうございます。あまりご機嫌できなかったのは、いやいやいや、全然全然全然、ありがとうございます。だるまありがとうございます。アイドル資格楽しみ、本当に楽しみ、楽しみすぎる、楽しみです。あら、家のアンテナが、あらあら、 TVer で見ましょう、ぜひ。私は BS でも TVer でもどちらも見たいと思います見学行きました、今日は朝のリハーサルから。もう楽しみですね。頑張って振り起こしをなんとか追いつこうとしておりますが、楽しみ。イノシシの毛、そうなんだ。 TVer で見る。おー、ぜひぜひ。ファイト、ありがとうございます。ファイト花束ありがとうございます。あ、そうそう、 DMM でも、そう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 、テレビ見れるなんてよかった。本当に年末も無事テレビ見ながら年越しできたし、BS も見れるようになったし、そう、 BS 見れるようになったので、いろんなテレビ見てます。あの、それこそ東京 MER とか、モバメで言ったかな、確か、のだめカンタービレとか、バラありがとうございます。そう、一挙放送見てた、めっちゃ面白くて、あれはダメだね、止まらないよ私もめっちゃテレビめっちゃ見たもん。あ、この間初めて世代交代に休み、嬉しい、ありがとうございます。ぜひこのまま吉見へソリ、あ、そうそうそう、なんだっけ、ソリなんだっけ、なんか3大会ぐらい間違えたよね。そう、ソリ、あ、なんだっけ、なんだっけ、ソリ、あ、スキー、あ、スキーしたいなんだっけ、3段階ぐらい言い直してスキーに落ち着いたよね。朝のポストの動画、だるまありがとうございます。100キラキラありがとうございます。あ、なんか外れちゃった。BS 吉本も見れるみたい。あら、だるまありがとうございます。100キラキラありがとうございます。そう、医療系のドラマがすごい大好きなんですけど、見始めて止まらないよね。去年じゃないよやばい、去年やばい、いつだっけな、あれ、花田珠代さん、知ってる知ってる、あれですよね、時をかける少女だっけ、時をかける少女も YNN さんのカラオケでめっちゃ迷いました。少女 A か、あのセーラー服と機関銃か、時をかける少女とか、その辺にしようと迷った結果、セーラー服と機関銃になりました。あ、 M 公演の練習動画、確かにまだ撮ってないけど撮ろうかな。ちびよし、ソリ、あ、あいう好きしたい
ナースエイド、へえ、それは初めて聞いた。調べてみよう。ハートありがとうございます。おじさんの心を射抜くばかり。あ、自分でも言われたんだ。ハートありがとうございます。昭和歌謡限定、いや昭和歌謡にしようと思って、その3曲で迷った結果、その紅白で歌われるって知ってたから、それも思ってそれにしたね。でも見れて嬉しかった、ご本人の。あ、白い巨塔とかジーンね、白い巨塔も確か CS か BS かでやってましたよね。ママが大好き、私もちょっぴり見た。ジーンは名前だけ知ってるけど見たことはないんですよね。ドクター X もハマった、私もハマってた。ドクター X なんだっけな、テレビか、テレビでめっちゃ見てた。めっちゃ好きだった、かっこよくて。だるまありがとうございます。周りのナースイード、へえ、調べてみよう。ギョイ、そう、私失敗しないで、そう。お、昼外れたので、お、いそうって言ってくれる声いいですね、ありがとうございます。あ、コードブルーも見た。コードブルーなんだかな、なんだかな。ドラマは見たことないんだけど、なんだろう、見た、でもなんか見た、映画だったかな、何で何を見たか覚えてないけど、見た記憶がある。面白かった、コードブルーもかっこよかった。めっちゃ見れるやん。そう、好き、医療ドラマ好きです。法医学の方見たことない、それは。お、昼夜入れそうで楽しみ。お、ありがとうございます。よしみんコールぜひ待ってます。あ、ドクターことなんかママが言ってたからちょびっと見たことある。ハートとレインボースターありがとうございます。そう、ナンバライティまた出たいですね、私楽しかった。院内警察萌え、白い巨塔ね、ママがめっちゃいいって言った。激推し。科捜研の女は見たことないな。そう、来週の土曜日もある。そうなんです。今週はね、数えたら、何回めっちゃ多そうで嬉しいです。今週、今月の公演。もうすでに多いから嬉しいですね。しかも土日がたまたま多いのでたくさん出れて嬉しいです。アニメ気になってるけどあんま見たことないんだよね。下町ロケットはパパがハマってたけど私は見たことない。パパがハマってたよ。見たことはないけど。でも今まで見た医療ドラマの中ではやっぱり東京MER が一番好きかな。私はナイトドクターってやつも面白かったです。コードブルーは安定に有名だし面白かった。お、昼公演行きます。お、ありがとうございます。うん、コウノドリもちょこっと見たことある。ちょこっとコウノドリもでも全部見たいなと思うけどどこで見れるか分からなくてちょこっとしか見たことない。
うん、ね、劇場のメガネ土日の女でいけるかしら。でも2回分だわね。海外ドラマもね見てみたいんだけど、なんか英語の勉強になりそうだし見てみたいなと思って見たことないの。海外ドラマをさ見たい場合は借りなきゃいけないのかな。どうやって見たらいいんだろう。昼公演ありがとうございます。だるまありがとうございます。パパさんと気が合うかも。お、ゆきの教えてください。おー、ありがとうございます。みんなでゆきのお祝いしましょう。イリューイリューって読むのかな。見たことないな。調べてみよう。なんかかっこよさそう。あ、そうなんですよ。ちょっと30分早くしました。すいません。警察24時。あ、それあれじゃない、あのドラマだっけですね。バラエティ番組かなんかありますよね確か。あ、違うっけ。ゲームのハートありがとうございます。そう、映画も見に行きましたよ。東京 MR 面白かった。隅田川ミッションも面白かった。ハートありがとうございます。青春くんのうち、そう、制覇したいですね。今年中に頑張ります。だるまありがとうございます。あー、なるほど。ネットフリックスとか、アマゾンプライム。なるほど。そういうサブスク系で見れるんだ。あー、なるほど。あ、吹き替え派なんだ。お昼寝してたら、お昼寝の時間夜寝じゃなくて。コーヒーありがとうございます。ジンは見たことない。見てみたいんだけどね。名前は知ってる。内容なんかあれですよね、タイムスリップして昔の医療のみたいな感じでしたっけ。アンサングシンデレラ面白かった。いや、見ました。アンサングシンデレラはめっちゃ感動した。面白かったですね。マンサングシンデレラ面白かった。めっちゃ病院薬剤師さんのお話で感動しました。めっちゃ そうなんや。 TVer で見れるや。コウノドリ、コウノドリはあれですよね、産婦人科のお話ですよね。面白かった。授業でも見たかも。でも全部見てみたいけど見たことない。気になるなる。あとグッドドクターもおすすめ。めっちゃ語るやんみたいな。グッドドクターもおすすめです。おすすめです。めっちゃめっちゃめっちゃグッドノクターおすすめです。服ありがとうございます。だるまありがとうございます。救命のお話絶対わかんないよ、ハイレベルすぎて。わからない。ドラマでもなんかなんとかなんとか出てくるけどね。おーみたいな、なるほどみたいな。難しそうだなって思いつつ。あ、そうそう、タイムスリップだよね。あ、天然痘のワクチン。あ、そうなんだ。へえ。タイムスリップまでは覚えてた。だるまありがとうございます。医療ドラマ好き。でも昔の医療ドラマあれですね、あの世界の中心で愛を叫ぶは別に医療ドラマじゃないっけ。あれはあれも全然関係ないけど、あのめっちゃ見てみたいんですよね。話の流れの大幕の流れは知ってるんだけど詳しくは見たことなくて。レインボースターありがとうございます。もう王様にしてな、お金がない。知らない、調べてみよう。だるまとハートありがとうございます。補聴器ネックビーぶら下げて、そうそう、かっこいいね。
あ、今年中にせや。おお、すごい。すごい。抗生物質1から。そうなんや。だるまありがとうございます。わお。失礼しました。失礼いたしました。だるまありがとうございます。あ、セカチューって言うんだ。セカチューっていうのね。私もあれ見てみたい。話の流れは大体3割ぐらい知ってるんだけどさ、ちゃんとは見たことなくて。服ありがとうございます。だるまありがとうございます。あ、ドクターホワイト私も見た。見た。それ誤診ですね。見た。面白かった、あれも。あ、君水全然関係ないやつだけど、めっちゃ面白かった。君の膵臓食べたいも感動した。衝撃のラストでしたよね、君の膵臓を食べたいは。切ないラストすぎて。だるまとハートありがとうございます。 DVD ボックスすごー。見てみたいな。だるまとハートありがとうございます。みんなセカチューって言うんだ。学校で言うんで号泣。 あらら。こいつは話題になってたのは知ってたけど、見てないな。医療と恋愛、まあ、恋愛が7割ぐらい占めてそうだけど、こいつを見たことないんだよね。でもめっちゃ話題になってたよね。だるまありがとうございます。レインボースターありがとうございます。あ、ほんまや、お時間そろそろ終わりたいと思います。レインボースターとハートありがとうございます。ゴジラ。 だいぶ飛んだね。 ゴジラね。ゴジラは見たことないです。なんか見るタイミング逃しちゃって、途中からになっちゃうと思って見たことない。かわいい、ありがとうございます。お疲れか、ありがとうございます。ハートありがとうございます。では終わりたいと思います。明日の公演も、来られる方はお気をつけてお越しください。美容ドラマについて語りました。近いうちにセカチューだっけ、セカチューとジン見たいと思います。では何時読みします。13位、まんじゅさん、ありがとうございます。12位、ケンティさん、ありがとうございます。11位、ヤスさん、ありがとうございます。10位、ヤスさん、ありがとうございます。9位、アサガさん、ありがとうございます。8位、ダイくん、ありがとうございます。7位、コシオさん、ありがとうございます。6位、サトシさん、ありがとうございます。5位、トマトさん、ありがとうございます。4位、ミョンさん、ありがとうございます。そして3位は、トゥルルルルルルルン、翔ちゃん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位は、コバトン、トゥルルルルルルルン、コバトンさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位は、トゥルル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 ルン、ミッチーさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ちょっと片手ですみません。ありがとうございます。お礼配信も1週間ずらしちゃったんですけど、来週するのでよろしくお願いします。ハートありがとうございます。明日も頑張よち、頑張よち、ありがとうございます。明日の配信は公演前と公演前したいと思います。体調に気をつけて、そうだね、体が資本ということで体調に気をつけて頑張りたいと思います。アイドル失格楽しみ。アディダス、アディダス。
だるまありがとうございます。頑張りうち。では次の配信も来てくれるかな。またねー。